近沢レース店は創業明治34年でございまして、今年で122年目を迎えております。もともとミニタオルハンカチという、これはまあシーズン限定ではなく、通年でお品物を置いておりました。その中で新アイテムをやはり追加をしたり、まあ、いろんな商品開発をしていって、シーズンごとに皆様がその瞬間しか咲かない花みたいな形で、出してみたら、きっと喜ばれるんじゃないかなと思って、まずは試してみたっていうところがきっかけなんですけれども、まず一つ目は入道雲、入道雲とこれヨットですとか、まあ、海のイメージできるような灯台も入ってますけど、デザインになってます。これは3色ですね。熊の実、熊の実のお魚とサンゴと、カタカナでこれ熊の実って入ってるんですけど、今もうこれタオルハンカチというのはコミュニケーションツールになってます。レース自体のデザインにいろんな面白いデザインを落とし込んで、将棋のハンカチっていうのを出しまして、生地自体は将棋盤みたいな、で周りには銀と歩のレースをあしらっていて、これは予想を大幅に超えた大ヒットでして、あとはですねビール、まあ乾杯してるようなビール同士が、そういうデザインなんですけども、まあ、他にもたくさんそういうのがあるんですけども、私がまあ印象に残っているのはこの2つかなと。私どもがお付き合いしている、メーカーさんが、非常にハイクオリティな、生地を作ってくれております。おそらく日本でも最高峰のメーカーだと思います。ただ可愛いとか綺麗ではなく、見てみてこれこんなことが書いてあるのよとか、こんなモチーフなのよみたいな、それがもう他社さんでは、真似できない部分なんじゃないかなと思っております。レースって汚れちゃうよねとか、まあ、お手入れが大変そうよねっておっしゃるんですけれども、あの洗濯機でも洗えますので、眺めてるだけではなくですね、もう毎日使っていただいて、よりその商品を愛してもらいたいなというふうに思います。